部活も終わったしバイトでもするか。夢があるから、バイトするならエントリーでしょ。僕も学生時代はうどん屋さんでバイトをしていましたけど、その時の経験が今の自分に確実につながっています。これも何かの縁だったと今では思えますね。エントリーなら稼げる求人多数、バイトするならエントリー。